今回の支出には、石破総理大臣の主張も踏まえ、被災者に温かい食事が提供できるキッチンカーの派遣費用など、避難所の環境整備のため26億円を充てることが盛り込まれました。また、災害廃棄物の撤去や処理に155億円、そして道路や公共施設の復旧に328億円を支出します。 市場政権として予備費の支出を決めたのは初めてです。度重なる被災の前の活気ある能登を取り戻すため、引き続き被災者の声に寄り添いながら、復旧と創造的復興に向けた取り組みを一層加速してまいります。これで、能登半島の復旧・復興に支出した予備費は、合わせて7150億円になります。